始まりました勝俣勝チャンネル、はいはい、今回ですね芸能界喧嘩最強ベスト3シリーズのスペシャルゲスト相川翔さんに来ていただきました。はい、どうも相川です。よろしく。すいません、ありがとうございます。今はさ、もう喧嘩なんてあんま聞かないけどさ、聞かないんですけど、昔はね、やっぱ芸能界強いものが主役になるって時代があったわけじゃないですか。まあすごかったらしいからね。そうですね。まあ俺たちの時代ももうなかったけどね。いやただ打ち上げではさ、絶対喧嘩だったよ。まあ地上波のドラマの方はおとなしく なりましたけど、うん、V シネのど真ん中を歩いてますから、結構ね、結構打ち上げで酔ってくると喧嘩始まっちゃってこいつはもう、まあ、ベスト5っていうか5人挙げるとしたら、この方は強かったらしいぞとか、この人は今やってる中でも強いっていう5人挙げるとしたら、まず1人目誰ですか。誰だろう、優作さんとか強かったんじゃない。優作さんも出てきました。出てきた。僕の話の中で出てきた。だからその優作さんを渡瀬さんが締めたっていう話が入ってきた時に、でも渡瀬さんは仁義の時はなんかは本当にみんなもっと若い人引き連れて夜ガーって行ってたっていうから、渡瀬さん絶対強いよ。そうですね、絶対強かった。僕のランキングでは今のところ1位なんです。1位なのね。はい、そっか。優作さんの強いっていうのはどういうあれ噂を聞いて聞くんですか。いや、やっぱり優作さんも現場では厳しかったっていうから、うん、やっぱ現場で厳しい人ってやっぱ強いのよ。やっぱある程度強くないと現場で厳しくできない。できないですね。できないでしょ。だってあの、まあ、中村正人さんが刑事やってた、俺たちの勲章、勲章、あの時にやっぱゲストで先輩が来るんですって。やっぱり生意気な人がいるんですって。そうそう、まず閉めてから2人で閉めてからスタートするっていう。あ、そうなんだ。そっからスタートだって。そういう話も聞いたことがあるんですよ。ああ、もうそれは都市伝説だろうな、多分な。でも強かったと思うよ。でしょうね。うん、強かった。空手やってるんですよね。空手もやってたし、やっぱりほらそういう格闘技やってる人はやっぱりある程度はね、基礎があるから強いと思うよな。まあ最近だったら安風強いんじゃないかな。元宮さん。元宮。あれ絶対強いと思うんだよね。うん、体もいいし格闘技もやってるし。格闘技何やってるんですか、安川さんは。なんか地下格闘技みたいな、なんか打撃とじゃ柔術みたいな、柔術みたいなあれやってんじゃん。地下格闘技やってるんですか。やってんじゃないかな、確か。なんか聞いたことあります、こういう強い戦い方。いや、あの兄弟はほら結構昔から暴れん坊だったってさ、原田兄弟ですね。原田龍二君とですね。そうだ、龍二と。だからあの兄弟は結構昔から暴れん坊だった。だからデビューする前から、うん、あの町ではもう、そう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 、原田兄弟っていうのがすごいっていうことになって。まあそういうのを聞いたことあるよ。あ、うん、聞いたことある。龍二君もやっぱ強いんです。龍だって弟強いんだったら兄貴絶対、だって弟に負ける兄貴いる？いないですね。いないよね。朝倉兄弟みたいなもんですもんね。そうで、だって俺たちもすっげえ優しそうな兄貴がいて、すんげえ暴れん坊の弟がいて、でも兄貴には負けるって言ってたもん。そうか。だなんかある。兄弟の兄貴は絶対強くないと弟が。そうなんだよ。うん、その関係は成り立ったんだ。そこはまず最初に潰すべきは弟なんですね。いや、最初に潰されてるんでしょ、だから。潰されてると思うよ。だって俺らもそうだったじゃん。あの木村和也出てきた時、こいつ潰しとかないと絶対ダメだぞみたいなこれは潰しとかないと。いや、俺もダメだぞ。翔さんとか和也くんが飲んでる時にあのご一緒した時ありますけど、うん、和也くんは強いっすね。和也も強いよ。強いっていうかもう怖がらないから。和也イケイケだったからね。どんな時でも怖がらないから。もう今はもうだいぶおとなしいけど和也くん、いやでもね、あの暴れん坊はね、やっぱね幼い頃に潰しとかないとやっぱ俺には喧嘩絶対打っちゃダメなんだよってやっとかないと。そうか、最初にね教えとかなきゃいけないですね。だって和也ともなったもん一回。それどういう場面でですか。いや飲んでて わかんないけど、まあ、和也くんが若かりし時、若い時になんか気に入らなかったことあったんだよね、はい、なんか和也も正義感振るうからさ、でもここではまあこらえろみたいな、いやこらえられませんよみたいな、そういうことなんだよ。まあしょうがないからさ、もう和也と喧嘩してもしょうがないなと思ったんだけど、収めても収まらなかった。収まらない。だからほいじゃとりあえずもう逃げないように、ほいじゃちょっと左手出せっつってさ、はい、左手グッと握って、でここをグワーってロープでぐるぐる巻きにしてもう離れられない、離れられない、ほいじゃ行こうかっつったら、分かりましたやめときましょうっていや、そこで冷静になる。やっぱ冷静になるの大事やね。そうか、喧嘩が強いやつってのは無鉄砲じゃダメなんですね。じゃダメ。ちゃんと冷静に平常心を保ってないと。とりあえずね。ただやるが強いわけじゃないんですね。だから
簡単にほらやれば強いって言ったら僕はなんかでバタンって殴っちゃえばそれでもう終わっちゃうんだから、ね、だって柳葉さんとの喧嘩の時も左手を巻くんでしょ、まあ、とりあえず巻いてほいじゃやろうかずっとクッと冷静になるじゃん、はい、ここでどうなんだろうなどこまでやるんだろうなだって離れられないですからねどこまでやるんだろうなみたいなことになるとやっぱり冷静になるじゃんだから柳葉とも殴り合いまではなってないよここまではもう縛ってそうここまではなったけど収まるんですか、うん、ここまではなったけどじゃあ大体のやつは縛れば収まるんですね大体縛れば収まるいや逃げ道ないだから相手がもうむちゃくちゃ強かったらさもう本当にもう握られた瞬間に分かるやん腕相撲なんかでもそうでもう握った瞬間に分かるもんあ分かるってあこれやばいわやっぱ力あるやつには負けちゃうからそっかでも喧嘩はねなんか子供の頃の喧嘩良かったんじゃないってすごく子供の頃って俺だってどうですかあの自分がその学生時代とか、うん、こんな喧嘩に巻き込まれてこんな目にあったとかあります？いや一番ひどかったのはなんで俺呼ばれたのか分かんないんだけど授業中に高校の時授業中に、うん、なんかいきなりガラガラって先輩が来て俺2年の時だったら3年生の先輩がガラガラって来て、はい、お前ちょっと来いって言われて授業中に授業中に先生いるじゃないですか先生いるのに関係ないんだもんガラガラってで先生も止めないんだもん止められないんでしょうね止めないんだもんお前ちょっと来いって言われてああそれで行ったらさ裏庭よ裏庭に3年生がもう円作っててえそれもう学校内でしょ学校内校内よ校内で裏庭にもう円が作ってて、はい、でそこの中入ったらもういるのよ相手がああ相手がグレイシーの戦い方ですよそういるうん、そう弟子たちに囲まれてヒクソンが立ってるみたいなもんですよそうねああえっつで今から対マンだったわけマジか急にですか急に授業やってたの授業やってたのに急に何の準備もできてないですよ、ね、何の準備もない向こうはすらね前の日ぐらいから準備してますよ、ね、しかも制服着たままだよ俺学校で冬にああそうですよねそれでそのまま制服まあ制服はとりあえず脱いだけどああでそこで喧嘩になって向こうは何なんですかその相手はいやだから俺のことが気に入らなかったんだろうなその3年生の人が気に入らないから俺のことが気に入らないから相川ちょっと締めるぞちょっとあいつ呼んでこいみたいなでも1対1なんですねでそれでも1対1なんだ あのねそういう喧嘩って集団でやることってないなかったんだよねあ僕殴りとかないんですねない、はあ、そんなのはなかったねだから俺なんか天文館歩いてて20人ぐらいに袋叩きにあってボコボコされたことはあるんだけどあのみんなが楽しく歩いてる天文館ですよね天文館お土産買ったりするそう天文館通り歩いたら後ろからあの電球のあの工事現場の電球の玉みたいな赤い玉がポーン飛んできてパリンで割れてポッと見た瞬間にもう20人ぐらいいて追っかけてきてるんですか追っかけて全然気づかなかったんだけどそれなんでですかいやなんでだろうね気に入らなかったんだろうな10代だよね10代の終わりそれもじゃあ10人ぐらいからボコ殴りですかボコ殴りもうこうだったよまあ、でもやっぱりね10人ぐらいだと大したことないんだよねああそんな蹴られたり意外と最初にこう振り返った時の一発が効いたぐらいああ痛いですねあともう倒れ込んじゃったらもう亀だから亀になってればもう大丈夫亀になってればまあ大体もうで向こうもバテるしね、まあ、蹴っててもそんなね10人が取り囲んでもそんなにやれるもんじゃないからあれ 2,3 人でバカバカやられちゃった方が効くんじゃないかなあそうなんですかどっちかって10人だとうまく当たんないですねうまく当たんないうまいこと逃げてしかも俺なんか内ポケットに入れて財布が飛び出しちゃってさ、はい、俺紙に投げながら四つん這いでその財布のとこまで行って財布拾って内ポケットにもう一回しまって蹴られてるだから蓋まで閉めたもん出ないようにまあいい思い出ですよあのさっきのはどうなったんですかその3年生に囲まれて囲まれてそれね俺勝っちゃってなんすかその待ってた人いや分からないんだけど負けちゃったんすかそいつは、うん、俺がたまたま俺も柔道とかやってたからさでもそれでも何の咎めもないっていう学校もすごいよねああまあそうですねだからそんな時代だったんでしょうねそうだから喧嘩ぐらいじゃ喧嘩で怪我をすることもそんななかったし鼻血出たり擦り傷することあっても変なほら棒使ったりとか、ね、なんか度が分かってたんでしょうねちゃんと拳でやるからだいたい周り囲んで、でやるっていうことはさもう勝負決まったらポーン離されるみたいなまあそれもだからルールとしては素晴らしいルールですよねまあまあ喧嘩としてはいいんじゃないだって味方がやられたら全員で行くじゃないですよねいや行かないんだようん行かない行かないやられないすごいよあ僕あの話聞きたいですよあのローラーだった時にあのローラーの仲間が、うん、あの暴走族に絡まれて
いや俺たちはローラーやってる時に原宿の歩行者天国にね20人ぐらいたむろしてたら、うん、チビドロになったロックローラーが走ってきた。仲間が、はい、仲間っていうか知り合いなんだけど、まあ、違うグループなんだけど走ってきて、どうしたんだったら、いや今竹下通り暴走族が50人ぐらい来て大暴れしてると仲間ボコボコになって、もうローラーを借りに来たんですね、うん、借りに来て、ああで竹下通りでボコボコになってるっていうから、その辺にいた俺たち20人ぐらいいてね、その辺にいたチームバーッと集めて、うん、全部集めて100人ぐらい集めて、はい、今ローラーやられてるから、ではあの中野秀よ、秀とかもいたんだけど、ちょっと秀お前向こう側から下から上がってこいと、竹下さんの下から中野秀夫がリーダーとなり、ってローラーを引き連れて50人ぐらい引き連れてで俺ら今度上から50人ぐらい挟み撃ちで、もう中で暴走族が暴れてるから、暴れてるから、でカーッと入っていったら竹下通りのシャッター全部閉まったもんね、壊されるから、壊されるから全部閉まって、そこでもう大乱闘だこっちからとこっちからで大乱闘、ローラー対暴走族ですね、暴走族で大乱闘になって、はい、それで最後ほらちょっと吹き溜まりみたいなありますね、センターにあるじゃん、あのクレープ屋さんのところ、クレープ屋、そうそう、はい、あそこにみんなグワーッとグワーッと上の下からこう押してくるから、もう集結してぐちゃ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 の中でやったよ。結果はどうなったんですか。いや結果俺たち大勝したんじゃないかな大勝なんですか、ね、大勝だった。だってうちらの仲間誰もやられてなかったから、あまあでもあのそういうのも良かったよな漫画を超えてるんですよ、いや話がいつも。でもそれはすごかったね、ほんと真っ黒だったからね。そうそう、だってみんな革ジャン着てるから、革ジャン着て真っ黒竹下通り真っ黒それが上と下から来るわけですから、上と下から行ったからね、50-50で、うん、で今のところその優作さんと原田兄弟と和也君とか上がってますけど、うん、そうね、うん、そうだね、上げ忘れてる人とかいます、どうだろうね小沢さんはどうなの、小沢も強いんじゃない、小沢さんの兄弟どうなんですか。でも小沢もだって元宮若い時に締めてたっていう話は聞いたことあるよ。小沢さんが締めてたんです、小沢が締めてたっていうことを聞いたことあるな。俺若い時締めててよかったよって何か言ったよ。あ、小沢さんやっぱすごいっすね。小沢が言って、小沢がなんかそんなことをやってたっていうのを聞いたことあるな。だから我々なんかはもう実現するなら小沢兄弟対原田兄弟見たいんですよ。あそこはやばいでしょ。白龍さんっていうんじゃない、出た白龍さん。白龍さんの強さは僕たちあんまり伝わってこないんですよ、話が。白龍さんとこの兄弟喧嘩って、白龍さんも兄貴ですか、白龍さんは。白龍さんが多分兄貴だったと思うんだけど、弟さんいらっしゃったと思うんだけど、はい、なんか聞いたところによると、ホテルの部屋で喧嘩になって、はい、兄弟喧嘩になって、なんか部屋の白壁が真っ赤になったって。赤龍になったんですね。白の壁が真っ赤になったっていうのを聞いたことあるよ。兄弟喧嘩で、兄弟喧嘩で、ね、白龍さんやっぱすごいんすね、うん、だってね、じゃなきゃあの役をやらないですもんね。いや役がどうこうってことじゃないけど、まあ迫力あるもんね。だってその男凶暴につきとか、たけしさんのデビューの映画とか怖かった。いやでもやっぱりある程度、やっぱビジネスってある程度その字がないと迫力出ないですよね。やっぱ通用しなかったんじゃないかなとは思うよね、うん、あの演技で生きがってるのと本当に怖いの違いますもんね。いや違うもんね多分ね、うん、なんかそこからこうね、にじみ出てくるものってあるじゃん。絶対あります、これ絶対強いぞみたいな、目つきとかだって渡瀬さんとかすんげえ落ち着いてたもんね、はい、うん、そうなんですよ、生きがってないんですよ。そうそうそう、本当に強い人ってそうなんだよね。あの生きがるやつって簡単なんですよね。キャン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 って言わないってそう、弱いのでよく吠えるじゃないけどやっぱ強いやつは吠えないんですよ、まあね、まあそういうことなんだね。だからまあ良き時代だったと思うよ。いや素晴らしい、もう濃密な、うん、あのもう本当ホルモン鍋食ってるみたいな濃密な我々の知らない話もいっぱい聞けたんで、まあとりあえずね、いやこれもう今回だけとりあえずまた来てください。また来る。僕あのトーナメント表とか作るんで、そこでこれどこで戦ったらどうなると思うっていう、よくセピアの中でやってたよねここでこうなんか違うところでこことここと戦ったらどうなるとか、なんかやってたっていうのも聞くよね。架空のトーナメントもぜひあの解説お願いしますよく言うよ本当に。でも実際ね、まあ喧嘩はタイミングもあるし、はい、うん、
本当に一発で決まっちゃう時あるし、まあしないことが一番ですね。もう喧嘩はもうしない。もうさ、そりゃそうだよ、もう二十歳超えたら喧嘩しちゃダメよ。うん、喧嘩二十歳までよ。うん、いやすごいわな。いや素晴らしい話でしたね、うん、はい、どうもありがとうございました、はい、今回のゲストは相川翔さんでした、はい、どうも相川翔でした、どうもありがとうございます、はい、どうもありがとう。さあ本日ですね、協力していただいたカナルカフェさんのおすすめのピザ、これどういうピザですか？うちのオリジナルのピザなんですけど、スモークチーズとかモッツァレラチーズ、ゴルゴンゾーラ、レモン、バジリコ、アーモンドとかピスタチオがね、いろいろね、あんまりこうピスタチオとか乗ってるピザってね、僕はないよね、食べたことないです。またレモンも乗らない、レモンも乗らないですよね。いただきます。いただきます。うん、うまい、おいしい、うん、うわすごいな、あーチーズこってりだこれ、うん、ね、あレモンいいですね、うん、チーズをなんかなんか爽やかにね、爽やかにするってね、しつこく、うん、しつこさがなくなるから、これはチーズ好きたまんないね、まあ、すごいね。あでも本格的だ、すげえな、うん、だこれ食べながら桜咲いて花見いいっすね。そうだよね、やっぱ予約でいっぱいになっちゃいますね。そうですね、そうか、まあ、ね、そうだよね、うん、もう知ってる人は次の年の予約して帰るんだもんね。そういうことだね。皆さんぜひチャンネル登録とできれば高評価お願いします。ツイッターも開設したので、そちらのフォローもお願いします。あとですね、この人の話が聞きたい、こんな話が聞きたいなどのコメント